私にもできるソロライブってどういうことなの？教えて。私にしかできない？そうだけど、確かに私みたいな子はいるかもしれない。スクールアイドルが好きな子に向けて、あ、そうだね、そういうライブはいいかも。私なんかでもスクールアイドルになれたんだし。自分がどう見られてるかあまり考えたことなかったけど、あなたの目に私はそう映ってたんだね。ううん、あなたにサポートしてもらえてすごく幸せ者だなって思った。あなたといると知らなかった自分に出会える気がするんだ。変だよね、自分のことなのに知らなかったなんて。スクールアイドルになってみたいって思ってもらえるようなソロライブ、あなたと一緒に作りたい。スクールアイドルに興味を持ってもらえるようなライブってことは、スクールアイドルへの愛を前面に出して。あ、でももっとスクールアイドルを身近に感じてもらいたいな。じゃあ会場の雰囲気を変えて。私ソロライブ作れそう。一緒に頑張りましょう。運命？そんなことあるのかな。もしそうだったとしたら、私頑張らなくちゃ。